内川とは岩出山に居城していた伊達政宗が城を守るために作り上げた外堀でした。またその外堀は農業用の用水路としても使われています。そういうことで、まあ、下流の方に取水していった。それのものとして源流として内川というものができてきたというふうに聞いております。この内川を守っていくためには地域の取り組みが非常に重要です。やっぱり何よりもその町の中をこれだけの水量が流れているっていうのは我々の誇るところであり、まあ下流に対しても責任のある生活をしなきゃいけない。まあ地域はもちろんのこと業種は問わず、やはりその行政も含めて本当に幅広い人たちが参加していただいているということがまず大きい要素かなと思っております。今でも契約工を基盤とした組織が関わっていますが、現在は農業者以外の人も含めて2002年に発足した内川ふるさと保全隊を中心に地域の子どもたちをはじめ100名以上の地域の人々が内川の保全活動をしています。いろいろとやっぱり先人の知恵があり、そして今ここで暮らす地域住民の欠かせないものとしてやっぱりこの水が内川がある、これからもそれを持続させていきたいというのが我々のささやかな願いでございます。世界農業遺産の大崎コード、先人たちが積み重ねてきた知恵と努力の結晶でした。